雨ですね。雨降ってるじゃないですか。大阪は雨ですね。雨降ってます。うわ、車ボコボコやな前を通る車がボコボコです。こんばんは。こんばんは。こんばんはでございます。というわけでね、週明けました。10月最後の1週間。はい、もう10月も終わりですよ。終わりですね。今年も残すところあと2ヶ月ということでね。2ヶ月ですね。いやいや早いですね。ということで10月27日火曜日、まるちゃんです。おはようございます。おはようございます。なんか咲いてないですね。なんか咲いてないですね。咲いてないですね。どうしたんですか。まだ寝てるんですか。いやー、起きました。起きました。起きましたか。なんだデブの日か。そうです。今日はデブの日なんですけどもね。実はですね、まるちゃんって山崎と同じこと言ってるだけで、こんなことを今更誰が今更何言ってるんですか。それを理解した上で見ていただかないとこれは進まないですよ、はい、今日リピート放送ですからね、はい、いやそういうことでですね、実はまだ寝てますかいう話なんですけど、今日何時に来たんですか。今日は7時ですね2時間の大遅刻であります。珍しいですね。珍しいですね、ほんまに、はい、何してあったんですか、まあまあ、ここで遅刻にせよ何にせよ言い訳っていうのは良くないんですけど、まあまあご事情があるんじゃないかなと思うんで、あよかったら弁解の時間を持ちますんで。いやもうこれは言い訳しか聞こえないので。言い訳しか聞こえない、はい、マルさん、マルさん遅刻ですか。そうです、はい、そうですね、ほんまに、まあ、朝一からね、今日おらんなみたいな。自分1号店の前に車止まってたんですけど、白のエブリー、あれマルちゃん車買い替えたみたいな、色塗り替えたみたいな感じになってたんですけど、いやマルちゃんじゃねえなみたいな。歌を上げたらなかなか連絡つかへんぞおいみたいな。死んでんちゃうか言うて、心不全でわっプシュー言うて死んでるんちゃうかみたいな感じになって、みんなでうわー言うてて、ほんまにやばいな連絡つかへんな言うて連絡ついて、今起きましたみたいなが6時ぐらいだったんですね。そうですね、6時。何してたんすか。よかったら皆さんにこの、いや違うんですよ実はね、聞いてもらいましょう。もしかしたらいやもうほんまのただの寝坊です。ただの寝坊、ほんまにただの寝坊、まあね、朝からちょっと病院行ってて、あ、言い訳始まった言い訳始まった聞こえない病院行っててですけどね、はい、朝の病院行くために朝起きて眠たい目をこすって朝起きて行って、そうですね、で帰ってきてもう一回寝て起きられへんくなったってやつですね、うん、まあその帰ってまあ寝らんとそのままずっとったんですよ。はい、でぼーっとしてたら行こうかと思って、で9時に8時から行ったんですよ病院ですか。ああ、うん、じゃあ日曜日から寝て、あ月曜日終わって寝てなかったんですか。月曜日終わって、そうですね、月曜日終わって寝て、ああ寝ずに、寝ずに8時に、まあ言うたらパチンコみたいに並んだんですよ。ああ、はいはいはい、はい、でまあ2番目やったんですよ。お早い、8時でも2番目やったんです。まだおるんか言うて、まだおるんかって何時から行ったらええねん言うてねそうなんです。ほんで診察券入れて、ほんで9時からスタート。終わったのが、まあ、10時半ぐらいでした、ね、結構長いですね。何の病院って言われてますよ。まあ、内科ですね。内科、風邪ですか、メタボ、いやそれは病院行っても治りませんよちょっとね、いろいろはい、まあ、ここで隠すっていうね、ここで病状を隠すっていう、これあれちゃいますか、川島直美状態ちゃうか、急に死ぬんじゃうかこれ。大丈夫ですか何の病気ですか。いや、病気ではないです。なんで病気ではない。病気ではないです。ちょっとした。ちょっとした。うん、言おうとせえへんな。まあ、海を出してもらった。なるほどね。はい、喉ですか。喉ではないです。どこですか。ちょっと、出来物が出来る。なるほどね。内科なんそれって。外科なんじゃないですか。外科も内科もやってるところなんですよ。プライベートご事情、はい、そうなんですよ、はい。なかなか自分のプライベートを語ろうとしないんでね。はい、で、帰って、10時半に終わって、ね、帰ってきて。まあ、そうですね、11時ぐらいに帰って。うん、で、まあ、すぐ寝ようかって、ね、はい、なかなか寝れない。なかなか寝れない。寝つけない丸ちゃんが発見しました。で、まあ、11時半、12時ぐらいですね。はい、はい。ほんとに起きたら。6時。やってもうたなるほどね、はい、というわけでね、海出したら遅れたってことですね、はい、というわけで、まあ、遅刻誰でもありますけどね、気をつけていただきましょうということで、はい、今日はペナルティということで坊主ですね今日もボタンを押さして人気もやね
人気者ですね。こんなに手振ってもらえてもありがとうございます。カノンやリサさんですね。というわけでこちらじゃん。今日はどないやねん。今日はどないやねん。丸めどないやねん。というわけでね、まあ、丸めどないやねん終わったんですけど。終わりますね。はい、今日はこちらじゃん。こんな感じです。ハンドルの握り方と。車なんですけどね。車ですか。はい、まあ、あのハンドルを握らせるとこうまるで別人格になる人みたいなのもいてますよね。まあ、基本は10時10分ですね。でこれね。10時10分、ね、こんなんで運転したことあります？逆にじゃあ。ありません。ありませんでしょ。こんな位置で俺も多分この上のハンドルのこの北半球触ったことないわ。触ったことねえわ。上ぐらいはあるかな。とまあ。上を触ったり下を触ったり真ん中ら辺を触るのかでだいぶこう違うらしくてですね、ハンドルの握り方さえ見ればその人の性格が当てれるみたいな。これでちょっとではあの握り方から順にちょっと今日性格を紹介していこうかなと思います。まずその10時10分教習体験が染みついた優等生タイプ、こちらはあの完璧主義者に当たる性格になるそうです。完璧主義者、はい、細部にまで注意を払い、交通ルールに従っていることを一つ一つ確認しながら運転するタイプ。あ、こうであるべきです。硬い人ですね。こうであるべきですよ、ほんまはね。ほんまはね。そして、はい、これよくありますよね、はい、上にこう片手かけるみたいな、はいはい、そうですね。本当の自分は大人ぶっているだけのガキ、世間知らずだそうです。ちなみに丸部さん、握り方はこう、だいたいこういうの多いですね。ここら辺ですか。右半分ここら辺ですか。左とか。左ここ。いや大体こうやってます、ね。両手。両手とも多いですね。両手使ってます？ほんますか？両手使う時もあるし、片手の時もある。基本これ上に片手、大人ぶってる、ね、いやそうみたいですよ。まあ、本当はのんびり屋のあなただそうです。それは隠そうと大人ぶって見せているだけ。だからあの大人ぶってるっていうところでもいろいろ違うわけでですね。はい。山崎君は？僕ですか？僕ちなみにだいたいここですね。あ、ここです。ここかあのハンドルの真ん中のここあるじゃないですか、はいはい、クラクションつながってる、はいはい、ところらへんにこうかけてるから、あ、真ん中がここっす。そのうち出てくるねこれ。あ、下す。僕も下が多いかな。上もたまにあるっすけど、まあ下が多いかな。あ、これですね。トラックはまあハンドルもこう前にこうなってますから、ここです。でまあそしてあの言うたらこれ下、はいはい、とにかくシンプルが一番。ミニマリストって呼ばれるものらしいです。へ、あなたは可能な限り人生をシンプルにしたいタイプの人。身の回りも友人関係もそうですが、基本的にはシンプルを好むタイプだそうです。そして真ん中のここ、はいはいはい、円の真ん中のここ、さっき僕が言ったここ、はいはい、これ毎日がアドベンチャー、ワクワクが大好き、冒険家タイプ。当たってますね。これ当たってるんですか。これ当たってるんですか。山崎が当たってますね。これ当たってるんですよ、これ。これあの冒険することで興奮を覚えるタイプだそうです。いつも冒険してますね。冒険してませんよ。そんなに冒険してないですよ。してるかな。もしもまだ経験がないんであれば、今すぐバンジージャンプ、スカイダイビングにトライすべきです。俺これバンジージャンプやってみたいんです。当たってる。当たってるかもしれないですね。今あるんですかね。バンジージャンプありますよ。あります、あります。どこにあるんですか。知らないです。昔は使ったんですよ。どこですか。泉川岡の、あ、堺にあったんですか。ハーバーズの、あ、ハーベストの丘ですか、うん、あー、へえ。バンジージャンプあったやりたいな。あ、真ん中の棒、毎日が冒険、やめなさい。そういう話じゃないですよ、今日は。で、これまた恋愛においてもあなたは自分の感情をさらけ出すことに不安を感じないはずです。はい、感じません。あー、当たってますね。はい、まあそんな感じですよね。そしてここ2つ、はいはい、演技が似合ういぶし銀タイプ、親方気質。あ、ここの人親方気質です。ここトラックのんじゃん、こう、ね、トラックのハンドルがねこの辺に、だから僕もあの4トン乗ってる時はそんな上のここは触ったことないです。大体この円の4分の1、下からこう横のここぐらいまでもずっと触ってましたね。あ、で上からニュッてこう撫でるように回すっていうかね。トラック乗りたいな。ハンドルを下の握る人は生まれながらにリーダー要素が見受けられます。明快かつ果敢な方法でいろんな局面を打開していくタレント性がある人物だそうです。なんかいい感じですね。そしてあの下を握るタイプでも、うん、
こう順手で握る人、逆手じゃなくて、はい、こんな人あんま見たことないけどな、こうやって握る人、運転 しづらいよね。ねえ、こうやって回すんですかね。これ周囲を盛り上げて元気にさせるチアリーダータイプだそうです。誰からも愛されるキャラ、家族や友達にとってあなたは素敵な応援団だそうです。そして真ん中のこのクラクションのところに両手をかけるタイプ、お前におんの、これ僕は片手ですけどね、両手の人、こちら言い争いは無縁の衛星中立国平和主義者。このハンドルさばきが手についている人たちも、もし国で例えるならばスイス、衛星中立国ですね。ハンドルにそんなところない。え、マスか、ずっと丸ですかみたいな、あの、丸にこうなんかあるでしょ、こう、はい、支えじゃないですけど、はいはい、真ん中の支柱みたいなのがあるでしょ、はいはい、そこにかける人ですね、はい。そして太ももを代わりに挟んでる人、下の手も使わず、何か人と違ったことがしたいお調子者タイプぽいな、ぽいわ。奇抜なアイデアを求め、面白いと思えることに果敢にチャレンジするタイプだそうです。そしてこう割と前にかがんでて両手で掴んでるタイプの人、石橋を叩いて渡らないタイプ、臆病者だそうです。これいつも自分の心の中の不安と戦っているような人はついついこんな握り方になるんだそうです。周りで見てください、こうやって言ったってる人は運転割とでかだおばちゃん多いんちゃうかなと。運転こなれてないおばちゃんが多いなみたいなイメージが、こういうのあるなっていう感じなんですね。そしてクラクションから手が離せない方、脅迫者、ええ、もう常にもうせっかちなタイプで、僕が右手こうやってかけてるのは一つ理由がありまして、すぐさま鳴らせるようにしてるっていうのはありますよね。ここにかけてたらね、鳴らしたい時にこっちで行くんかこっちで行くんかこう迷うんですよね。っていう時に僕ここを思いついたんですよ。ここがええわ。でもここに手かけてて、こういうもんならすぐ「てー」みたいな「てー」、これ一番多分こうレスポンス早いんちゃうかなっていう感じですよね。というわけで、はい、基本あんまりクラクション鳴らさないですからね。僕はもうね、鳴らせるもんならキャンキャン鳴らしますよ、ね、てめえこの野郎っつってよろしくないですけど、あんまりね。あれですか、はい、ゴッドファーザーで流れるパララパララパラパラパラですよ。流れませんよ、流れませんよ。いやそんな鳴らさんでもって、いやもう鳴らさな分からんこともあるでしょせっかちよくないですね。はい、ハンドルの握り方で性格が分かるそうです。足でもやってるやついますもんね。お、あのね、僕ね、トラック乗ってる時に、一つ、対向車線から来た忘れもしない鹿児島ナンバーやったんですけど、うん、長い東名高速やったんで、うん、右足でアクセル踏んで左足でクラッチするでしょ、うん、ただもう高速やからクラッチ使わないんですよね、ほぼほぼ、うん、だから、まあ、行儀悪いですけど、うん、左足をこっちに出して、うん、右足ハンドルにこうやってかけてる人いましたけどね、うん、こうやってハンドルにかけてラーメン食ってる人いました。へー、これでだから調整してるみたいな。そう、こうやって調整して左足でブーンみたいな、これってわーめ解決多いよね、それ。これ見た時に、まあ当時22歳の僕は感動しまして、すぐ真似するっていうやってみようと思って、どんぐらい楽なのかな、まずあの両手を離してそのやってみたんですけど、むっちゃ楽なんですよ。ちょうどいいこうなんか斜め加減でこうみたいな。静岡県をそれで走りました。シュー言うてかっこいいと思ってるんかな。いや、まあいろんなこう運転してる時はね、こうまっすぐ座ってたのが使われるんで、こう何かしらこう体勢、寝返りと一緒で体勢変えたんですよ。その時涙したんがそれみたいな感じありますか。まあまあでもね、ちゃんと真面目に運転しましょうね。というわけで、はい、真面目に運転する丸目さんで、丸ちゃんのいただいて、丸ちゃんの運転してみましょうということでね、はい、今日はいかほど、今日はでもね、今日はいかほどって言わんでも知ってるんですよ。もうね、すごい匂いがするんですよ。すごい匂いが、もうお腹がすくいい匂いがするんですよ。ちょっとね、まあ、うわ、カレー、ええ匂いすんね、まだこれ。今日カレー食ってんよな。カレー食ったん、はい、食いました。ラポッチャカレー、ラポ、いや違います、家でカレーを食ってます。カレー、はい、カレーです。これぬくめてきたので、このカレーと、カレーと白ご飯でカレーライス、カレーライス、んなバカな、全然僕全然突っ込まへんね。じゃん、プリン、やばい。プリンですよ。何を笑うとかあったのか分かりません。これはプリン。これはプリン。はい。
名言出ました、ね、これはプリン、 This is プリン出ました。いつもやったらグリコのプリンなんですけど、はい、ちょっと今日は卵を味わうプリンっていう、卵を味わうプリン、はい、卵なことにこうポイントがあるんですか。ちょっとニューって書いてたので、いや、なんか新しいもん好きなだけで、何になると思います。え、カレーとプリンカレーパン、いや、パンはちゃうわ。カレーパンはそもそもカレーやもんな。味がそもそもカレーじゃなくなる気するわ。プリン、プリン、甘い、クリーム、卵、カレー、こう辛いもの、トロ、ん、ポタージュ。ポタージュは先週やりましたねもう何回もポタージュ出へんやろ、言うてね。え、何やろ、これなんすか。ね、まあ、食べ物忘れてる。食べ物忘れてんじゃん。いや、大丈夫。なんすか。食べ物、食べ物分かってますよ。食べ合わせしてねえから、急に飲み物ならんじゃん。お菓子、お菓子、お菓子、お菓子なんかな。まあ、屋台とかに屋台出てますね。カステラ。あ、そうです。マジか。プリンだけでほぼカステラに近い気すんねんけど。プリンとカレーで、どうやって食べるの。カレーは多分存在感強いから、そんなにむっちゃ多くなくていいと思う。まずカレー食べる。ボンカレー。いや、違います。なんか中辛、なんかセブンプレミア、サンクス、サンクス、スタイルワンか。ではプリン、おいしい。僕はプリン大好きなんですおじゃる丸か俺かやったら俺のがプリン好きだと思うんですよ。あ、おじゃる丸知らんな。おじゃ丸ってあれ、ね、おじゃ丸言うと思ってる。もう言えてへんおじゃ丸。カレー、これ混ぜた方がいいですかね。カレーを混ぜてもカレーでしょ。カレー。そしてどれぐらいの日、どれぐらいの日、結構いく、行きましょうか。映ってへん、映ってへん。もうこの辺で、この辺で、この辺で、これ全部いっちゃいます。美味しいのはカレーと合わせてじゃないよね、うん、おお、そういったか、うん、そんなもんで。カレー勝つんちゃうんすか。まあ、ここ違うわね、ま、匂いはカレーのツバつけたわけね。カレー、カレー、まあ、これこんだけ強かったらカレーにはするわ、ね、こんだけ。まあいただいてみましょう。ただのカレーの隠し味になりそう。いや、ほんまやな。ジャワカレーみたいな辛口にポンってクリーミーなプリンを入れるとコクが出てうまいみたいな。言うてる間に進めてはりますわ。どうなんですか。お、マウンテンゴリラ。カステラではないけど、なんか美味しいね。カレーとプリンでカステラ。うん、せやろ。今それをやってます。どうでした。カーステラでは、カーステラ、あー、やっぱりプリンの方が強いね。プリンの方が強い。はい、結構プリンの方が強いんですか。プリンの方が強い。じゃあカレーちょっと足したらいいんじゃないですか。うん、カレー気になるからぼちぼち続きやりましょうか。俺もプリンを、俺はプリンをすくってカレーをすくうぐらいしときますわ。これいこうかな。じゃがいも入ったらあかん気するわ。では6-4ぐらいの対比になりました。いきます。意外とプリン強いな。そうでしょ、うん、意外とプリン強い。カレー負けるでしょ、うん、でももうちょいカレーの量が多くてもいいんじゃないかな。というわけで2回戦いきます。次は半分ぐらいを、まあ、6-4を逆にします。カレー6プリン4いきます。どうですか。いや、ならんけど。ならない、ねいや、ならんけど。ならないですね。もう一回いきます。さっきの量よりちょっと少ないぐらいの5-5を狙っていきます。5-5で
どうですか。並んねえ。ならないね、カステラ。でもいけますね。卵、いや、いける？味的に。美味しいもんではないけどね。美味しいですよ。ならんねえ。甘口の方が良かったんかね。カレーの問題？カレーの問題？ほんまに？マルちゃん家帰ってもプリンにカレーかけんのかって。かけないです。かけへんにゃんけこわへんにゃんけ言うてね。ならんねえ。でもなかなかいけないですか。これも全部いってもらいましょうか。これそんなに本気？それは美味しいと言わん。いやほんまそれでしょ。美味しい。ここで生まれたからうまい言うてるだけで他で食わへんねん。そんなに好きちゃうやんちゅう話ですよね。いやこれ僕初めてやりますからね。それ誰でもそうですよ。これやったことある人なかなかいないでしょ。うまない、うまないで。なんだかんだ言って僕もこれもう7、8口目いってるんでね。まずいわけじゃないけど、なんかこううまいわけでもないけど、俺は正解を探したいんですよ。ならんねえ。何回食ってもならんねえ。ならないですね。またこれ失敗ですね。ならんねえ、まあ、食えないものではないけど、別に混ぜたいかって言うと混ぜたくないね。ならんねえ。ならないですね。でも完食しますよ。誰が？いや、してないですよ。どこ見てるんですか？もう全然余ってるのに完食しましたねって言い出しました。何も見て喋ってませんよ。こんにちは。見えないですならんすね。カステラにならないです。兄貴な、カレーだけで食べたい。はい、僕今カレーだけで食べました。結論をどうぞ。結論、カレーライスとプリンでは。ライスねえよ。カステラにはならない。ライスねえよ。ならない判明しましたね。締めもグダグダっていうね。いやいやいや、皆さん西田もいただいてみましょう。そろそろネタ切れじゃないですか。まだ大丈夫ですか。まだ大丈夫です。さすがパート30までいきますよこれもう30までは。これパート30までいくよ。今もう22ですからね。 30まではちょっと頑張って目指そう思ってる。行こう、これいきますよ。食べ合わせますよ。カレーだけで食べたい。はい、結果カレーだけで食べたい以上になります。ね、何なんすかこれダメでしたね。なんかお腹の調子壊したよ、はい、頑張ってって思ってないでしょ。応援してくれるのありがたいです。やってる僕らが思ってませんからねで、2歩目ニュースということでね。はい、2歩目ニュース。はい、今週で10月終わりですよ。終わりですね。はい、10月終わりですんでね、まあ、どういうイベントをやってるんですかみたいなとこあるとは思うんですけど、まずこちらじゃん、ハロウィンイベント。うん、思ってないけどでしょうね。ハロウィンイベントということでね。ハロウィンイベント、コスプレを見れる月が、そうですね、来ましたね。来ましたね。先週飛び神社利休の方で、はいはいはい、2日間行われまして、まあ僕たちもあのお写真の方で拝見させてもらったんですけども、いいですね。いいですね。やっぱあのコスプレ別にええわって言ってるお客さん、はい、それナンセンスですよ。もうコスプレ感じた方がいい。南コスプレ多いです。まあ平日はそんなに多くないですよ。週末多い。なんで今年はしかも皆さん知ってますか、10月31日ハロウィンの日、はいはい、土曜日絶対にコスプレであふれかえりますですね。南はコスプレであふれかえります。僕はこの会社に来た時が24歳なんですけど、はいはいはい、24歳で初めてこうハロウィンイベント、インフォメンでハロウィンイベントを迎えまして、はいはい、ハロウィンちゅうものに目を向けたことはなかったんで、はあはあ、まあ、初めてこうハロウィンイベントちゅうものを自分でやってみて思うんですけど、はあ、面白いなと。面白い。そして南盛り上がっとるなと。あ、女の子がねもうすごいんですよ。
そうですね、山崎何のコスしてて、コスってコスしてんの。いや僕は今回バットマンやってますね。しかもただバットマンさほど知らないからね。あバットマンのお面みたいなのをつけてマントをつけて店前で翻ってます。ファッファッ言うてやってます。去年一昨年までウォーリーやってたんですけどね。お前女受け狙ってんのかっていうソースタウン、ソースタウンがありました。でウォーリーいいんですよ。結構女の子とかもウォーリーやってて、うわウォーリーおるみたいな。僕鉄板ネタがありましてね、ウォーリーやんなって言われたら、そうです、探さなくても見つかるウォーリーです。これあだいたいこれすぐ見つかる方のウォーリーです。ほんまやすぐおるみたいな、すぐなるっていうね。あネタですね。来年はウォーリーにしようかな。やっぱりウォーリーにしようかな。来年も毎年ウォーリーやお兄ちゃんみたいなにしようかな。営業トーク、はい、そうです。まあこういうのも必要ですからね。まるちゃん何やってるんですか。カンオケですね。去年もカンオケじゃないですか。そうです。今年もカンオケ、これもパカッてやってるんですか。そうね、来年はちょっと変えようかな。おっ似てるもんな、ウォーリー。似てませんよ、似てませんよ。多分似てるとこって言ったらウォーリーと一緒でちょっと髪の毛がうねってることぐらいでしょ。でも実はあれじゃ、やってみたらウォーリーですか。ウォーリーで、いや誰でも似てませんあんな。いや僕がやったら、いや手招きされても出られへんねん俺。て何よ傘。あ俺の店行ってな、俺の知り合いから傘ちょうだいやったら傘くれるわ。それはちゃうの、友達です。あ傘くれって言われました。カレーね、します。シルエットは似てるよな、背丈はね、ちょっと細、僕は細身じゃないですけど。今年、来年はみんなでウォーリーしようかな。じゃあすぐ統一したがるから。ハロウィーンだね。まあ木金土にまとまってるんで、全部全店、ね、立休以外の全店。まあニュークラもやる言ってましたもんね。やる言ってます、ね、木金土に固まってるんで。木曜日木曜日ポニーテールだけだけですね。金土にだいぶ固まってるんですね。金土が全然、でもちょっとイベントごとなんでね、これいろんな女の子のコスプレでちょっとセクシー系、何あれ目標、目標目標目標が伝わらないです。あー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 
まあお客様に合ったニーズをね、そうそうそう、お客様に合わせたものを提供していくというところでね、はい、はい、皆さんに来ていただければと思うので、10月盛り上げていきましょうということで、ラスト30秒、はい、30秒ボタン作ってもらい、はい、作ってもらいます、いいねボタンみたいな感じで作ってもらいます、わあああああ、最近ちょっと流行ってるらしい、とりあえず反省の弁を述べてください。今日は遅刻してすいませんでした。もうね、ほんま僕年に述べろよ早く反省、はい、というわけでね、はい、あの遅刻のまるちゃんも追い聞きました、明日は女の子